はい、サブさん、こんにちは。アーキーです。ということで、ま、全然オープニングができていません。エンディングもできておりません。え、アーキークレライフ、え、7月から、え、秋月クレイライフを、え、アーキークレイライフに解明して、え、いくつか動画を投稿しております。え、一番新しい動画で言うと、え、つけんじまの、え、Vlog、え、旅動画というか、え、感じのやつ、ボリューム1、ボリューム1の全編後編に、え、投稿がされております。 4月9日にね、つけん島の方で、えー、ライブの方、神谷荘での、えー、ライブ、毎日お昼12時に、えー、YouTube で生配信してるんですけど、そこの方の、えー、ゲスト出演で出させてもらいました。その時にね、初めてつけん島に行ったんですけど、その時の、えー、様子を Vlog として前編後編に分けて、えー、投稿しております。それが今ね、YouTube、この動画の一つ前の動画になるかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん見てください。ということで、えー、サムネイルの方にも、えー、見出しの方にもありました。 が、えー、今日の動画は、えー、年内の目標について、えー、お知らせしていきたいなと思います。えー、まあ、7月からね、もうーキュクレーレライフっていうことちょっと身をちょっとね気を引き締めて <laughs> やってきてますが、ちょっとねいろいろ。 あのもう過去にもね今年の目標とかいろいろ言ってたんですけどやっぱり状況も変わったりとか体調面だったりとか腰がね特にやっぱしヘルニアがねそんなにやっぱり、うん、いい調子ではないというか良くなったり悪くなったりって感じもう完全なね感知は全然してないんですけど、まあ、そこら辺も含めて。 で7月からねほんとイベントにね出させてもらったりとかラジオ出させてもらったりとかあったりするのでうそういったことも、ね、含めて、えっと、残りねもう7月入ってもう12月まで残り半年しかないのでこの残りの半年をしっかり、えー、充実した。 えー、なんだろう、活動ができるようにやっていきたいなと思いますので、ちょっと自分の中で、えー、ちょっと、いった目標というか、えー、作ってみたので、ちょっとそれをお知らせしたいと思います。えー、動画の後半には、えっと、こういうイベントの出演オファーについての、ね、ちょっとお知らせというか、えっと、ご協力のお話をしたいなと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは、え2022年、え下半期、残り後半の目標を発表したいと思います。 はい。ということで、まずえ、項目として、えっと、まず、もう、ずっと言ってますね。ダイエット。<laughs> 一つ目、ダイエットの話と、ライブ配信。で、えー、自主制作 CD。そして、自主企画イベント。で、ウクレレ制作。そして、ギターとオカリナ。えー、まあ、ギターオカリナは一つでいいかな。まあ、今後えっと、音楽の視野を広げちょっとね、そういった目標のお話をしたいと思います。 でちょっとね、見ながら <laughs>、ごめんなさい、お話ししていこうかなと思っておりますが、えー、っと、まず、ダイエット。ね、ずっとこの動画でも、えー、それこそ、えー、サブチャンネルというか、えぇ、ー、アキザイルの方もね、えー、ダイエット動画投稿してました。ダイエット動画っていうかね、まあ、体重こんなんです、今週こう頑張りますっていうね、動画投稿しておりましたが、まあ、今年に入ってね、あの、もう今年去年か。 去年は腰がすごく痛くて、もう体重を落とさないといけないなぁってところと、あと、なかなかね、整骨院とか病院とか行っても、なかなかね、あの今のところをしっかり治せてる状況ではないんですけど、えー、とりあえず、ね、体重が、ね、やっぱ悪さしていることには変わらないので、今後の、ね、活動とかも含めて、まあ、健康面でいられるようにしっかり体重を落としていこうかなと思っております。で、一応、えー、この体重を管理できる。 えー、体重計を購入して、それでスマホでね、登録あの、自動的に登録してくれるやつがあったりするんですけど、今年の、まあ、1月18日、えー、に、えー、ちょうど今,今から半年前ぐらいですね、今、今撮影している、えー、今日が7月の、えー、16あ、17、7月17なので、はい、ちょうどね、約1か月、えー、半年前ですね、この時の、まあ、最初の体重測定のスタートが、 えっと、マイナス4.7っていうから、えー、っと、117.14。116.4キロで、さあ、そうした。116.4キロ、ね。半年前が。116.4キロで、でそれで、今、えっと、7月17日、朝体重測定しました。朝ごはん食べてね、測定しました。それが111.7キロなので、まあこの半年間で、まあ、えっとマイナス4.7キロ落ちた計算になります。で、でちょっと先月とかね、ちょっと110キロ、 110. 何とかとか110.2とかってこともあったんでもう少しね1 1 0ロ切れそうかなーって状況ではあったんですけどえちょっととりあえずねまたちょっとあの仕事もついてきてご飯もしっかりなんか慣れてきたからねちょっといろいろつまめ食いではないけれどもちょっとご飯がねちょっと食べれることが増えてしまってえちょっとまた体重戻りつつでもありますがそれでも半年でね4 7キロ落ちてえっと,っと年内ではね1 1 0ロはじゃなくて1 0 100キロ台にはね、また行きたいなと思ってるんですが、とりあえず、えー、今月は、えー、110キロをこれ切れるようにしていきたいなと思うんで、まあ、残り18、今18だから、うんあ、17なので、約2週間ない、えー、1週間ちょっとぐらいの感じですが、この1.7キロをね、しっかり落としていこうかなというふうに思っております。で年内ではねえー 1 0 0キロ前半に持っていけるように頑張っていきたいなと思っております。とりあえず腰をね、無理しない程度に、えー、っと、ちょっとねあの、厚着をして、まあ、夏バテも気をつけながらに、ね、も、汗をしっかりかいてね、えー、体調管理と、あと筋肉をね、大きなその腰に負担がないように、えー、っと、大きな筋肉をね、使うようにしていこうかなというふうに思っております。では、次の目標についてお話しします。 はい。ということで、次の目標なんですが、ライブ配信についてお知らせしたいと思います。ちょっと今月からね、ちょっとこの一週間、ちょっとできてないかな。この一週間、ちょっとね、仕事の兼ね合いで、ちょっとなかなかライブ配信できてないんですけど、今月入ってね、最初の一週間は、えー、ポコチャの方のライブ配信を、えー、やっておりました。えっと、ライブ配信アプリ、ポコチャというね、えー、アプリを使って、えー、配信をしているんですが、これがですね、あのー、まあ、1時間、 やれば最低でも30円もらえるっていう感じでまあ一瞬ね時給で計算30円って感じになるんですけどこういう全然ねまあ本職のねお仕事していながらのまあちょっとしたお小遣い稼ぎだったりとかで、ね、自分のねやっぱ活動とか、まあ、人気が出ればねその分またランクが上がっていって時給は上がっていくんですけど、まあ、少なからずねあのー、まあ 誰も見てこない、誰も見に来れないタイミングもあると思うんですけど、まあ、1人でね、1時間とかやれば30円もらえるっていうところはあったりするので、チ、ま、リ、あ、も積もればってところではあるんですけど、まあ、自分の、ね、ウクレレ練習とかを含めてね、1時間ぐらい配信して30円稼げたらね、それはいいことかなっていうふうに思っております。で、今とりあえずこの大きなのランクの上位を目指すというよりかは、まあ、いろんな人とつながれる機会を作ったりとか。 いろんな方に見てもらえるチャンスとあとその時給が、ね、少しでも稼げたらいいなということでライブ配信ぽこちゃんを無理なくやっていくんですが、まあ、6月5月が、ね、ほとんどお休みしてたので今月から、ね、ちょっと再開していこうかなと思っております。で ライブ配信の,この、ね、アプリをわざわざダウンロードして、まあ、見てもらうっていうのはなかなか入り口がねすごくあのやったことない人とかで、ね、見たことない人からすると結構難しいかなってこともあったりするので、えー、っと1週間に1回とか2週間に1回、えー、ライブ配信のこの ポコちチャも一緒にやりながらインスタライブの方もやっていこうかなと思っております。ちょっと機材も、ね、少しだけ増やしてカメラを2つ並べられるようにちょっと道具を購入したのでこれでですね、えっと、ポコちチャの方とインスタライブの方をダブル配信で 大体、えー、いいね夜とかになるかなと思うんですが、えっと、1週間に1回また2週間に1回はインスタライブの方もやっていこうかなと思っておりますのでぜひぜひえー、なかな、ね、かポコチャまで入れるのはちょっとって方はぜひインスタの方からでもね、えー、見てもらえれば嬉しいなと思いますんでただねちょカメラの問題上インスタの方のカメラがこの内,内側のインカメラってやつの画質がすごく悪くてちょっとねあの色がねすごく白っぽくなっちゃったりとか 動きが少しカクカクしちゃうところではあるんですが、まあ、音声はね、しっかり聞こえてるよということだったので、ぜひね、あの耳で聞いてもらったりとか、少しパッて見て、うわ顔しろっていう風になんか感じで見てもらってもいいのかなと思うんで、ただウクレレをね、あの音色っていうのを聞いてもらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次の目標です。はい、続きまして、えっと、ミュージックライフという、ね、自主制作アルバムを作成しようと思っております。で えっと、コンセプトとしては、えー、ウクレレとボーカルだけの、えー、録音で作ってみようかなと思っております。まあ、箱にね、まあ、秋広っていう、ね、名義で、えー、ウクレレライフっていうねあの自、自主制作ファーストフルアルバムをね、作ったわけなんですけど、あの時は機材があって、そこにね、いろいろ音を重ねていくっていうやり方をしていたんですけど、 うん、今聞いてもすごく恥ずかしいぐらいなんだこれっていう感じのところではあるんですけど、まあ、ただね気持ちの思い入れはねすごくあって、まあ、あの時にできるレベルというかなんかその頑張って作ったんですけど今聞けば聞い違うなとかもう声出てないなとかって思ったりするわけなんですけどもちろん今がねすごくうまいとかそういうわけで全然思ってなくてもっと練習しなきゃなってところではあるんですけど。<laughs> ただ今の現状のアーキーというウクレレシンがアーキーとしてのレベルを確認するためだったりとかこういった曲を作りたいですこういった曲を作ってますっていうものを ちょっと聴いてもらえるきっかけを作りたいなということでウクレレ1本でタンバリンとかにそういった歌本とかなしにしてウクレレとボーカルだけで曲を作ろうかなというふうに思っております一応一旦ちょっとあの何曲かね完成してはいるんですけどとりあえず加工曲自分が作った過去曲も新曲も含めて、まあ、弾き語りベスト版みたいな形で作ろうかなと思っております クレ,レの、ね、テクニックとかも正直全然ない方なのでちょっと聞いててねうんまた同じ感じの構成だーっていう感じでちょっと飽きてしまう可能性もあるかなと思いますが最終的なねあのー、ちゃんとした CD を作れる時までレベルが上がった時にねああの時の CD がこうなったんだなーっていうふうに思ってもらえたらいいなと思うのでもちろん気持ちも、ね、しっかり気合いも入れて作っていきますがえー アーキー自主制作、えー、セカンドフルアルバム、えー、ミュージックライフっていうものを今月、あ今年中に、えー、作って、えー、リリースというか、えーまあ、手売りになるかなと思いますが、作ろうかなと思っております。金額は、えー、と,とりあえずワンコインぐらいで考えておりますが、本、え、当、ー、ねあの、名刺というか、あのぜひ聞いてくださいいう形でねあの、渡せたらいいなと思っているので、あまりそんないっぱい利益を得ようとかっていう感じではなく、 あのとりあえず誰かに、ね、入り口を広げていくためのなんか形でね販売できたらいいなと思ってますのでぜひ、えー、CD ができた際にはご購入というか「ください欲しいです」定言ってもらえたら嬉しいですでは次の目標ですさあ続きまして、えー、次の目標なんですが、えー、これは少しもう動き始めております、えー、実習、えー、イベント を今計画しております、えー、まとりあえずワンマンライブはね、ちょっと今年は無理かなって感じはしているんですけど、えー、ちょっと自習、まあ、アーキープレゼンツっていう形でイベントをね、ちょっと予定を、予定というか、ちょっと今考察というか、考えを出して、まあ、今からちょっと、ね、企画とか、ちょっと今協力できないかなーってところで、今いろいろあちこち回ってみようかなと思っておりますが、まだ一つが、 えー、ウクレレライフライブっていうイベントをやろうと思っております。え、このイベントが何かっていうとまあ、ウクレレをまあ、やってる。まえ、あ、ウクレレのプロの方とかもちょっとますけど、ウクレレをまあ、趣味でやってる方とか。 えもうおう家でね、もう今回コロナ禍ってところでね、えー、お家でウクレレをね、買って練習しましたとかね、YouTube とか練習してますね、方いっぱいいるかなと思います。そういったね、えっと、ウクレレ初心者の方だったりとかで、ウクレレの友達を増やしたいとか、ウクレレ仲間を作っていきたい、ウクレレを誰かとして演奏したいとか。 で他のウクレレの人はどんな感じのことをしてるんだろうというえイベントをね発表会を作ろうかなと思っておりますウクレレソロウクレレ弾き語りえ、まあ、プロはまあ問わずではあるんですけどまあ自分自身がなかなか友達がいないっていう問題もあったりするので特にプロなんて全然知り合いなんてもうあ自分が勝手に片思いで知ってるぐらいだけの感じなので 本当、はいえー、ただ自分のね知ってる、まあ、知人のウクレレのねお友達とかを中心に、えー、このウクレレ発表会をしていこうかなというふうに思っております。これがねまあ最初は何ヶ月に1回とかねあのどんどん半年に1回とかって形で、まあ、無理なくね、まあ、もちろんコロナ禍も見ながらですけど、えー、やっていってだんだんねこの中身をね濃ゆくしていってね まあ、ウクレレピクニックとか全然行ったことないんですけどウクレレジャンボリーとかね行ったことないんですけどねあ沖縄県のウクレレイベントといえばウクレレライフライブだよねっていう風に言ってもらえるような、えー、将来的に、ね、なっていって本当にこ人生の、ね、一部で、ね、こううウクレレの音色もウクレレ限らず全然いいんですけどこういった音楽が、ね、ある生活というものが、ね、何かその人の癒しにつながれたらいいなと思うのでね そういった中でも、ウクレレという楽器を使ったイベントというものをね、ちょっと広げて、やっていって、いろんな方にねあの、癒しの場所だったり、ウクレレの音、ね、色をしてもらったり、自分自身の、えー、癒しじゃなくて、活動とかね、そういった中でも何かにプラスになればいいなというふうに思ってますので、えー、ウクレレライフライブというね、ウクレレ発表会を、えー、予定しております。まあ、少し、えー、ぜひ、えーと、日付とかね、 会場とかいろいろ決まったらまたお知らせしていこうかなと思っておりますのでそれ年内まず1回目目標にしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますそしてワンコインウクレレッスンも始めようかなと思っておりますこれは本当初心者入門者用でやろうかなと思っておりますまず自分自身が正直自信を持ってウクレレうまいですと言えるわけではなくて えーそのね、プロとかでもないし何かそういうコンテストに出て優勝したとか,なんか準優勝したとかそういった経歴が全くなくて本当にもうまだもう趣味レベルの状況かなってところではあるんですけどただなんでレッスン教室を開きたいかって思った時にあのウクレレを始めるきっかけを作れたらいいなっていうのが一番の目標でウクレレ仲間と、ね、ウクレレ人口を増やしていきたいなってところでございます。 えっと、ウクレレをねよくやってるとすごくいい音色ですね私もできるかなーってたまにそういった声を聞かれるんですけどほんと自分自身がねいろいろギターとか、えー、三振とかオカリナとかベースとかねあ、まあ、一応やってはいたっていうかほんと日坊主でねやめた感じなのでもうほとんどできてないんですよね。弦楽器本当に苦手で だからこのウクレレっていうところだけが本当にね、自分の中で、あ、この楽器だったらできそうっていうところで、えー、始められた楽器で、実際ね、あの指がそのナイロン弦でね、優しくて、ギターみたいな鉄の弦で指が痛いってこともなかなかなくて、もちろん全く痛くないってわけではないんですけど、本当ウクレレっていう楽器がすごくなんか、自分の中でいいなっていうのがあったの、楽器としてね、すごくいいなというふうに、もう音楽がやりたいけど楽器が苦手っていう人でも入りやすいんじゃないのかなというふうに思いますし、 あとウクレレシンガーさんの人口がだいぶあの増えてる感じもするのでぜひぜひねそういったあの新しい何かきっかけになればいいなっていうことともっと趣味でもね全然いいきっかけになったらいいなとか子供たちと一緒に歌うとかねおじいさんおばあさんの目で歌うとか。 自分自身の歌うとかでいろんな方法でもいいなと思うので、そのウクレレをね、なんかあの教えることができればいいなということで、なんかそ先生らしいって感じではなくて、一緒に練習して頑張りませんかっていうような形で、ウクレレレッスンのね、教室を開きたいなと思っております。えーまあ、場所に関してはねその、その習いたい方がね、一番行きやすいところ、まあカラオケルームだったりとか、どっかの公園だったりとか、 そういった場所でね、そんなお金をかけずに、えー、場所のね、そもコロナのこういうことも考えながらですけど、そういうなんか無理なく、お互い無理なく、えっと、軽い気持ちでっていう言い方があれですけど、すごくなんか、やりやすい感じで、あの、緊張とかもねせずに、なんか楽な感じでね、なんかウクレレを学べるような教室を開いていこうかなと思っておりますので、えー、一応ね、ちょっと、 えっと、このウクレレレッスンの、まあ、プレレッスンみたいなちょっとこんな感じでレッスンしたいなっていうちょっと自分自身の、ね、練習も含めて、えー、ちょっと何名かに、ね、お声かけを、えー、させてもらおうかなと思っているので、えー、ぜひぜひそういったねこんな感じでウクレレ,レッスン してましたっていうのをまた動画にして、ぜひその動画を見てもらって、私もこれやったらいけるかなっていうふうにね、えー、ちょっと考えてもらえたらいいのかなと思いますので、えー、ぜひぜひ、受けれる興味ある方はまたご連絡ください。とりあえずね、えー、ちょっと形になったらご連絡いたしますので、えー、よろしくお願いいたします。さあ、次の目標発表はこちらです。はい、えー、次の、<coughs> はい、次の目標なんですが、これはもう前から言っていて結構自分の中でもう大きな目標の一つではあるんですが、ユニバーサルデザインウクレレ制作、えー、再始動という形でございます。今ね、動画で上がってるやつが、ウクレレ工作キットの工作の教,教本の 型取りをしたでちょっとね制作がちょっとその時仕事を転職するタイミングだったりとかいろいろドタバタしてしまっていてちょっと一旦ストップしてしまったんですが制作をねスタートしようかなというふうに思っております。はい、思っておりますでそんなきっかけがこのワンコインウクレレレッスンにもちょっとつながってくるんですけど、えー、とりあえず、ね、いろんな方にウクレレを、ね、覚えてもらいたいウクレレを触るきっかけを作ってもらいたいというところがございまして。 で、その中で、えっと、自分が、ね、作ろうと思ったウクレレっていうのがちっちゃい子供かおじいちゃんおばあちゃんまでで,できればその障害を持った方にも、ね、ウクレレが触れるような,なんかそういった夢のようなウクレレも、ね、作りたいなってことではあるんですけど多分いろいろ試行錯誤して最初からいいものは作れないと思うのでちょっと本当にいろんな練習しながらウクレレを作っていくと思っているんですが。 このね、あの、ウクレレ制度がとりあえずスタートしていこうと思っております。皆さんが思ってんのウクレレじゃない可能性もありますが、えー、そこはほんと DIY 初心者の、えー、私なので、すごく遠い、なんか広い目で見てもらいたいなと思っておりますが、で、このウクレレ作ってもね、なんか、あの、例えば、ただ一応弾けるウクレレ、まあ多少弾けるウクレレになったら、このワンコインレッスンとかでね、 あの無料貸し出しだったりとか安くでね提供できればいいなと思っていて最終的なねちゃんとしたこの自分のイメージしてるここまでは作りたいってところではあるんですけど多分いろいろ慣れていかないといけないところもあるのでそういってねあの試作品が、ね、いっぱい余っちゃうとまだこちらも今ちょっとウクレレを、ね、減らしていきたいちょっと断捨離をしたいところもあったりするのでそういうのもねちょっと安くで。 販売できたらいいなというふうに思っているので、ちょっとウクレレ政策をね、ちょっと少しずつスタートしていこうかなと思っております。で、ちょっと先ほどいいのせあのまあ文章の編集の方でね、あの文章を載せたんですけど、まあ、言葉として喋ってなかったんですが、えー、このウクレレレッスンの方もね、えー、っと習える方に関しても、ちいちゃい子供からお子さんからおじちゃんおばあちゃんまで。 で、もし、障害を持った方で、身体障害だったり、いろんなね、障害を持った方がいらっしゃると思うんですけど、私もウクレレできますかねっていうことであれば、ぜひご相談ください。えっ、ー、と、なかなかね、手が不自由で、てところでウクレレ弾けるかわからないって方いらっしゃると思います。正直、自分をどのように、えー、やったらいいかなとかわからないんですけど、もし、一緒に考えることができれば、このユニバーサルデザインウクレレの制作にもつながるかなと思いますし、何かその、 なな、んだろうなア,イアイディアというか、ということにつながるかなと思うので、もしね、障害を持ったお母さん、お父さんとかが見ていたりとか、まあ、自分自身が少し障害を持ってるんですけど、もっ身体、精神、知的問わずでございます、えー。ぜひね、ウクレレやってみたいなって方はね、本当にいろんな方にねあの、触るきっかけを作っていきたいなと思うので、えー、ぜひぜひお声かけが欲しいなと思います。 えー、お知らせについてはね、また一番最後、ご連絡された最近について一番動画の最後にお伝えしようかなと思いますので、また動画最後までご覧ください。ここはちょっと長い時間喋っておりますが、えー、お使い、もう少しだけよろしくお願いいたします。では次の目標。さあ、ということで最後の目標となっております。えー、他のさまざまな楽器、他の楽器も、ねえー、しっかり練習していこうかなと思っております。特に今ね、この手元にあるんですが、あのギターです、ギター。 これミニギターなんですけど、大きなギターよりかミニギターでスタートしてみようかなと思ったんですけど、朝も。<laughs> 全然弾けてない。まあ、ちょっとね、ライブ配信ポコチャの方でね、たまに弾いてとかしているんですけど、あのー、やってみて分かりました。自分多分鉄の弦が苦手なんですね。指がすごいゾワゾワしちゃうもんで、はい。で、なのでちょっとこのギターのね、まあ、弦をちょっと友達の、 チームアーキーっていうね、この YouTube の、えっ、ー、と、ミュージックビデオの撮影とか、自分のアイコンのね、写真の撮影とか手伝っても、チームアーキーっていうね、もう高校の時からの、えー、友達がいるんですけど、二人ほどいるんで、二人ほどチームアーキーって形でね、三人で写真撮ったりとかね、そういうのやってるんですけど、そのうちの一人がギターができる友達がいて、その友達に常に、ね、相談させてもらって、ギターでもナイロン弦の弦あるでーって教えてもらったんで、それをね、また購入してみたので、 これは次の動画でね、投稿されますが、えー、ちょっとね、えー、ギターのゲーム交換して、ちょっと、あのギター弾いてる方からね、ちょっと、っとどんなご指摘を受けるかわからないんですけど、とりあえず自分がね、いろんな楽器に、あ <laughs> いろんな楽器に、えー、ちょっとね、この過去に触った楽器とかでもまたちょっといろいろ勉強すれば、また視野が広がるんじゃないのかなということで、えー、っとギターと、 あと、オカリナをね、もともと、その、音楽始めたきっかけのあ、楽器をね、始める機会の中、一番、オカリナが一番最初だったので、 えっとまたオカリナもね、ちょっとまた練習しようかなというふうに思ってます。もちろん他の楽器もね、チャレンジしていきたいところではあるんですけど、もちろん予算とかね、えー、タイミングとか時間とか見ながらやっていこうかなと思います。例えばギターとオカリナとかね、えー、そういったところをね、またスタートしていこうかなと思ってますので、まあ、このね、YouTube でも何かお話ができればなというふうに思っております。ちょっと頑張っていきたいです。 はい、えー、というわけで結構、ね、長く喋ってしまいましたが今年の、ね、残り、えー、後半の、ね、目標ということで、まあ、ダイエット、えー、ライブ配信、えー、CD 制作で、自主企画イベント、えー、ウクレレライフライブとワンコインクレレッスンですね、あとウクレレ制作、そしてギターとか、ね、オカリナとかの,この楽器の、ねま、た再挑戦、えー、のことをお話しさせていただきました。でえーとー 今月ね、もうとりあえず、YouTube の過去の方に今、えー、前回の動画のアカテムスケンジまでのライブがあったりとか、あと、ラジオの方にもゲスト出演させていただきましたりとか、あったんですが、一応今のところ7月の予定は今のところ終了していて、8月以降がね、また自分の仕事の状況によって、えー、予定が組めるかどうかがちょっとわからないところではあるんですが、もちろん、えっ、ー、と、イベントによってこのコロナのね、人数がすごく増えてきているので、 ちょっとね、まあ、仕事をしている身と考えたら、その、コロナの状況を見ながら動かないといけないなってところではあるんですが、とりあえず、今、今月、えっと、仕事をしながらイベント参加して、えー、分かったことで、えー、もし、秋のこと出演オファーしたいなーって方にお知らせでございます。で、先ほどね、ウクレレの件のね、これ、D、あの、ワンコインレッスンとかって、どんな感じですかとかね、それで質問とか、何かあれば、ぜひぜひ、あの、ツイッター、インスタグラム、DM でね、 送ってもらいたいなと思いますがとりあえず連絡先の方は Instagram と Twitter の方に DM ダイレクトメッセージというものがありますのでそちらを活用して連絡してほしいなと思います。 で、まあ、自分のこと知ってる方とか、えー、そういった方にはね、LINE を多分知ってもらっていると、知ってもらっていると思うんで、そういった方はね、LINE とか、まあ、電話してもらっても構わないんですけど、まあ、なかなか初めましてっていうところでね、まあ、この世の中、自分の番号とか、えー、LINE の ID とか、なかなかちょっと公開するのはちょっと怖いので、 えー、ちょっとオフィシャルのねなんか LINE とかと連絡先を持ってるわけではないので、えー、ちょっとそこら辺をちょっとすぐ提示するわけにはいかないんですけどはじ、まあ、めましてでお会いしたいとかそういった時のきっかけがあれば全然連絡先を教えていこうかなと思いますのでまだ会ったことがないよとかでそういった方に関してはぜひインスタグラムツイッターの方から DM ダイレクトメッセージを送っていただきたいなと思います。 で出演とかねもしオファーを考えてくれてる、えー、方がもしいらっしゃいましたら、えー、今自分が動けるタイミングというのが今日曜日がお、ね、おお仕事固定でお休みい,ただいております日日曜日とあとまあ休みもね1週間にとかまあっと週休2日制のねところで休みがどこか入ってくると思うんですけど、えー、そのお休みの日と 今夜勤の専属のお仕事をしているので夜勤入りの日はね絶対お仕事できないんですけど一度夜勤明けでね夜勤明けの日にちょっとあのラジオ出演を今月させてもらったんですけど一応なんとかね問題なかったんですがちょっと心配なのがやっぱ夜勤明けってところでね自分しっかりそのコンディションとしてまあ睡まが襲ってきたりとかちょっとその長時間労働した後の体力の問題とか考えると 一応今回のラジオで、ね、全然問題なくしっかりできたんですけど、もしかして今後ね、その日その日の仕事の状況にもよると思うんですが、 あのやっぱすごいいいパフォーマンスができるかどうかすごく心配ではあるので一応とりあえず日曜日の固定の休みだったりとかあと週休2日の、ね、どこに入るか分かりませんがお休みの日ここら辺をうまく活用してイベントとかねあのそういうのを調整していけたらいいなと思いますので、えー、っともしオファーしていただける方いらっしゃいましたらそこら辺のお話をさせてもらおうかなと思いますので、えー、ぜひぜひちょっとご相談乗っていただければ助かりますので、えー、ちょっと先に事前にお知らせしておきたいと思います。 はいえー、もちろんねあの休み希望とかもし調整できるんであればうまく調整していこうかなと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はいというわけで、えー、だいぶ、えー、長々と喋ってしまいました。えー、次回の動画はね早速ギターの弦はねちょっと交換してみようっていうところの動画をこう投稿しまして。 で、それから、あのウクレレ弾き語りのね、えー、レッスン動画とか、弾き語りのカバーの方ね、あのコード付きの動画も全然上げてない、まあ、撮影してないが一番ですけど、撮影していないので、えー、この最近ね、覚えていった曲とかね、ぜひこれだと皆さんできないかなーっていうふうに、えっと、アレンジしてみた、簡単アレンジしてみたと動画を投稿していこうかなと思っておりますので、ぜひぜひ、えー、見てみてください。で、大事なことを忘れてました。えー、チャンネル登録、ぜひね、 今年頑張って1000人行きたいなと思うんですけど多分ねもうちょっと今のペースは厳しいかなと思いますがとりあえずたくさんの方に見ていただけるように頑張っていこうかなと思っておりますのでぜひチャンネル登録させない方は、えー、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします、えー、1000人ねあの収益がちゃんと得られるようになったらその収益を使って、えー、ウクレレのねあのいろんな場所を歌っていくっていうね活動の、えー、通勤じゃなくて、えっと、移動費とかね 使っていって、もう無料でね、あちこち回れるように頑張っていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、えー、ご協力よろしくお願いいたします。えー、長々と喋ってしまいましたが、えー、ぜひぜひ、えー、時間があるときゆっくり見てほしいなと思います。では、また次回お会いいたしましょう。さようなら。